美濃は、日本海軍の不施艦。気候直後の戦時標準船を買収し改造した。竣工が遅かったため実戦での活動はなく、戦後福音輸送に従事した。艦名は、名称の名で、美濃側の渓流は、古くからの紅葉と滝の名所だった。太平洋戦争終盤となると、本土決戦に備え嫌い不施艦が多数必要となったが、 すでにほとんどの付設艦は潜没して、大型の付設艦は常盤しか残っていなかった。そこで1944年末頃に急遽、戦時標準戦 2D 型3隻と 2E 型2隻を改造、また側転型を簡易化した、付設艇を急増することになった。1944年9月2日に竣工していた 2D 型 A シロ丸を、 昭和20年2月から3月に改造。続いて、大阪なにわ選挙で、建造予定の 2D 型7番線と8番線を、日本海軍が買収し、機雷不接艦として改造した。この7番線が、未納である。1944年11月29日、なにわ造船所で起港。1945年3月末の完成を予定していたが、 資材不足で工事が遅れ、5月3日に浸水。完成は8月5日となった。海上護衛総司令部部隊編入。直後に終戦の日を迎えた。10月5日、除籍。戦後は福音輸送任務に従事した。福音輸送任務終了後に元の貨物船に戻すことは容易だったが、本艦は軍艦席にあったためにやむなく解体された。 基本的に元となった 2D 型戦時標準戦と変わらないが、機雷敷設のための改造がされた。先に改造が行われた A シロ丸と大きな変更はない。機雷搭載は500個の要求であったが戦争を改造した機雷庫に232個上間板に設置の敷設軌道は走行付近の軌道を片弦2本にして148個置き、 三3 8 0個を搭載可能とした。付設軌道は片言一条ずつが、千尾楼量限を貫いて完備に達して海上へ、付設する形とし、付設口部分には大きな張り出しを設けた。千尾楼内の軌道部分は、浸水時の浮力保持に重要であったので、軌道の入り口と付設口には、防水扉を設けた。戦争は三つに分けて、浸水対策とし、 さらに戦争内は中間板を新設して上下を仕切り、歌舞伎雷庫と上武器雷庫を設けた。中間板の後方には、兵員室、士官寝室、全部推測室などを設けた。装甲にはもともと木製の蓋があったが防水上の観点から後半で塞ぎ、小さな機雷用の装甲を新たに設けた。機雷の搭載や機雷庫からの取り出しには、 元からあったデリックを使用する予定だったが、嫌いの取り扱いが難しく結局専用のスキッドビームとホイストを設置した。手記は従来の 2D 型がレシプロ機関搭載のところタービン1機を搭載、本艦は 2D 型のタービン搭載1番線だった。ボイラーは石炭戦召艦を搭載、戦後の福井に輸送の際には重油抱きに変更した。 兵装は艦尾に砲台を設け、12cm、広角砲一門を設置した。25mm 機銃は、艦首の両弦に3連装を、それぞれ1機ずつ、環境上両弦に、連装1機ずつ、艦尾に単装4丁を設置した。レーダーは13号電探1機を装備、ソナーは、最新式の過小号式1号水中超音機を一組装備、同調音機を装備した。 唯一の缶となった。また単小灯一機も煙突後方に備えていた。その他に、羅針環境前面と上面には1 4ト、mm、ルの防弾板を装着。羅針環境天外にはコンクリート製の屏風を設けて上員の機重装車よけとした。当時は貨物船も絶対的に不足しており、機雷を搭載しない場合は、 貨物船として使用できるように従来のデリックは、ほとんど残し、カーゴ用ハッチも3カ所設けていた。堀口博士蔵、少佐、1945年5月20日から1945年8月5日。堀口博士蔵、少佐、第二福音館、1945年8月5日から1945年12月6日。井上段平第二福音館。 1945年12月6日から1946年3月1日3、上亀光雄第二福音館、1946年3月1日から1946年3月7日、南部新規を第二福音館、第二福音事務館、福音事務館、1946年3月7日から1946年12月25日。ありがとうございます。